ちょっと最後に、ガン氏のその今国会に来ないことで一番の問題って何かって考えたときに、議決権の行使ができないことなんですね。でそれについて、もしガン氏の一票によって憲法改正の発議ができるできないというような状況になったときには、さすがにこれはガン氏には辞職してもらおうと思っています。だからガン氏が来て、憲法改正賛成っていう一票を入れないと憲法改正の発議ができないと、この可能性って十分あるんですよね。そのような状況に陥ったときには、さすがにガーシーには国内に戻ってくるか、議決権の行使をしに来てくれと、それ以外は実際彼がここに来る来ないっていうのはあんまり全体には影響しないんですよね。で、彼の質問に関してはその同じ会派の、参議院議員というのは会派で動いていますから、ガーシーの質問時間は浜田議員が、基本的には彼が引き継ぎますから、ちょっと話が脱線しましたけど、そういう意味ではいい信頼関係なのかなと思ってますけどね。わかりました。ありがとうございます。はい、NHK をぶっ壊す。